ダダダダダ、うん、いいんだから、いいんだから、ダダダダダダ、そうそう、片足でこうケンケンで、ダダダダダダ、はい、今日も始まりましたハニーエクササイズ。今日はですね、うちにある身近なものを使ってちょっと運動しちゃおう、なんだ、今日はタオル、タオル持ってきました、はい、何でもいいですよ、はい、ちょっと長めのタオルでもいいですし、はい、でまあ、よくね、めぐちゃんもほら肩甲骨周り、うん、そうね、動かすといいっていうことで、ここ、ね、そうそうそう、はい、はい、何にもないとね、うん、こうやるきっかけにならない、うん、ないので、こうタオルがあるだけでちょっとこう、そうね、そうね、はい、手を上げたり、はい、ですね、下げたりするだけで肩甲骨がこうやって動くんですよね、うん、動く動く、全然動く動く、はい、はい、あとですね、結構なんだろう、コアをしっかりと、脇ね、脇、はい、しっかりとしながら脇のこの側筋をストレッチできる、うん、これもいいですね、いい、はい、タオルがないと意外に難しい、まっすぐこう横に行けないから、ちょっとサポートされるよね、そう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 、いいです、いいです、はい、こういうのとか、はい、あとはですね、ちょっとタオルを使って今日はリズムに合わせてダンスしようと思います。楽しそう、はい、まずは足のステップ、足はこう2つですね、2ステップ、そう、2回で必ず両足地面についたまま、はい、はい、右に体重、はい、左に体重で、はい、でこれを持って脇の、おお、いいですね、お腹の部分を意識するとちょっとツイストになりますね、はい、はい、いいですね。そして肩甲骨を動かすという意味で、はい、こういうのはどうでしょうか。前に、はい、ちゃんと肩甲骨がこの時に近づいてるの分かります？はい、近づく、はい、キュッて、じゃあこんな動きをちょっと、入れながらダンスしていきたいと思います。もう一回頭からおさらいしますよ、はい、まずは上、はい、下、上、下ですね、はい、はい、こんな感じ、こういう感じですね、あ、なるほど、はい、そして前、ちょっとこうなんだ、ボートボートを漕ぐ感じですね、はい、はい、こんな感じです。足は前へ出したりしなくていいですか。あ、いいですね、いやーほらやってなんじゃねー、いいですね、まあ、こういう音楽がかかるかな、わ かんないですけど、あとは、どういうのがいいかな、あ、あとバスの、そう、もうこれはもうみんなやりたいんじゃないですか、うん、ね、ちょっとストレスを、はい、鬱憤させる感じで、そうですね、いいですね、はい、そういう時にタオルを半分に折ると回しやすいです、そうですね、はい、はい、これも十分腕に効いてますよ。確かに、はい、利き手じゃない方でやるといいかも。あ、いいですね、はい、OK、じゃあやってみましょうか、はい、はい、それではまずタオルを両手でこうやって持ってください、しっかりと持ってください、はい、ミュージックスタート、はい、お、いいですねでまず左、はい、右、はい、こんな感じいきましょうか、タオルを上げて下げて、ツイストどうかしら、いいですね、今度脇腹いきますよ、はい、効きますね、効きますね、この時におへそのあたりにグッと力を入れるといいよね、中心がぶれないよ、そう、いい感じ、それでは今度はタオルを回します、お、大きく回すと、あ、腕効きます、あ、はい、じゃあ今度反対いきましょうか、はい、大きく回して、いい感じ、それではまた頭に戻って、上、下、上、今度2ステップ入れていきましょう、はい、いい感じ、今度は漕いでみましょう、こんな感じ、エンヤコラヤだと片足を前に出して、いいですね、今度反対、いい感じ、もう一回、みんな笑顔かな、はい、いいですね、はい、笑顔、笑顔、笑顔それではタオル回しますよ、イエーイ、
ジャンプ、ジャンプ、イエーイ、お、だいたい2分ぐらい、すごいいい感じね。ちょっとこう上がる感じぐらいで、皆さんついてこられましたか？ちょっと私も適当だったから回数とかわからないけど、いやいやいや、はい、いいんですよ。有酸素も入ってたし、いいと思います。分かんなくなっちゃったらもう踊り出したらいいので、そうですそうです、楽しくが一番ね。ということで皆さんやってみてください。はい、やってー、せーの、ハニーエクササイズ。はい、ということで今日も皆さん一緒にエクササイズしてくれましたか？頑張りました、さて今日は、まあ40周年をちょっと、そうですね、デビュー40周年を振り返って、今までちょっと過酷な仕事をいますか？過酷な仕事、私はですね、まあ、いくつかありますけど、でもまあ結構私ロケに出ることが多い時代があって、で海外に行った時に、もうトイレに行けない我慢をする4時間とか想像できますか？トイレ行きたいんですよ、でも行けないんですよ。でも行かなきゃいけない時は行かなきゃいけないですよね。だってでも行く場所がない。まあそうだけどそれはなんでかっていうと、タイのもっと奥深いチェンマイとのもう国境の近くぐらいまでの山奥の民族みたいなところを訪ねるみたいな番組に行ったので、行きました、そしたらなんかそういうこれから撮影しますよって言ったら、やっぱりああいうところって豪雨っていうか、うわーって一瞬スコールのような雨が降るでしょ、で撮影する前にトイレに行こうかなって言っても、まあそういうところなので、まあ自然を探してやらなきゃいけないから、行こうかな、どうしようかなと思った瞬間にザーって雨が降ってきて、もうそっから普通すぐ止むじゃない、止まない、もうトイレ行きたい、止まない、トイレ行きたい、止まない、もう大変、もう無口になっちゃった無口になっちゃった。なんかね、間違えて話したり誰かが面白いこと言っても大変なことになっちゃうよねそうやめてよとか、もうだからそれはもう自然現象の中で一番辛かったあ、そういう過酷か。そうだからもう、ね、過酷って言えば私たちのさ、隠し芸で夜中バレエかなんかやったじゃない。やりました、やりました。あれ過酷じゃなかった？過酷。あれ何踊ったんだっけ？白鳥の湖。白鳥の湖。で、めぐちゃんは女性で、私はなぜか男性の役で、王子だった。そう。だからなんか真っ白いね、タイツかなんかストッキングが入って、でもすごく今みたいになんかもう12時になったら終わりますっていうような世界じゃなくて、もう2時とかね。もうてっぺん待ってたよね、下手したら4時とか、そう、もう終わるまでで、隠し芸だから、要は撮りたいシーンをきちんとその撮りたいように撮れてないと、もう一回だから、あれ大変じゃなかった？であと、ね、みんな仕事をしているので、結局集まる時間、シューティングをしますっていうのがもうすでに10時ぐらいからとか、下手したら稽古っていうか、ね、みんなレッスンをするのも、じゃあ今日は11時からって言って1時間ねって言って、もうちょっと伸びて、あれもう12時回ってますけどみたいな、っていう感じのアイドル時代でしたね。そうになりましたね。あと私は過酷だったのは、海外で思い出したけど、昔香港で映画をね撮ったのね、アラン・タムさんっていう方と、で香港の映画って台本がないの。あ、なんか聞いたことある。そう、なんか台本作っちゃうと他の方がその間に見て、そう、盗んじゃうから、毎日1ページぐらいのこう台本をもらって、全体のストーリーはなんとなく聞かされてるんだけど、これがどこに行ってこの後どうつながってるかも分からなくて、それも結構辛かったな。いや、それは過酷ですよ。だって自分の頭の中でこのシーンでもストーリーはこんなってことは、こんな感じって言って想像もしながらでしょ。しかも皆さん広東語でしょ。皆さん広東語話してて、で私は英語だったんだけど、相手が何を言ってるかわからないから、相手のセリフの終わりがわからないの、でセリフが終わったところで私が英語でセリフ言わなきゃいけないんだけど、わからないから、なんとかなんとかかんとかなんとかかんとかって言ってて、下で AD さんが足を合図してくれて、で足がこうトントンってされたら、What do you mean? とか、なんかそこで英語のセリフ言うという、まあ過酷っていうよりちょっと変わった体験でしたね。すごいですね。でもそれある意味過酷じゃないですか。だってやっぱり前の日ってそんなセリフを、前の日って結構じゃないですか。例えばそれがすごい長いセリフもあるってことでしょ。多分ね、あったんだと思うんだけど、あとは20
2週間近く全くお休みなく、うん、もう本当に朝7時から次の朝の5時までシューティングして、家帰ってシャワー浴びて1時間仮眠してまたゴーみたいな感じだったのが、それがすごく過酷だった。辛かったけどね、もう20歳ぐらいだったからなんとか体力でできたんですね。でも私たちの時代ってなんか寝なくてもそれがそうなのかっていう感覚でなんか流されてやってたよね。そうね、そんな時代だったね、うんうん、だってだいたいお昼って何食べるって聞かれるんですよ、次の移動の間に食べるから。そ う,、ね、そうするとだいたいみんな食べてるのはマックでしたね。あのコンビニがない時代ですからね。そうだからマックのあったかいフライドポテトが食べれるって幸せでした、うん、ね。なんかもうクニャンってなってるポテトになっちゃったのかっていうとすごいショック。そう、なんかあったかいもの食べられるのが幸せだったね。そうです。私たち頑張ってきたね。頑張ってきた、うんうん、そうなんです。そんな私たちをこれからも応援してください。はい、ということで、いいなと思った方はグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお忘れなく。あと皆さんのコメントもちゃんとしっかり見てますよ。見てるよ。あ、今隠し芸思い出した。そうだそうだ。